初心者にはすごいいいと思うよ。まあ実際やっぱ機能してるんじゃない、これだけ、これだけなんかそのランクが近い人がいっぱいいるってことは。マイル版はそうですね、だいぶ前からじゃなかったっけ開発。もうね、そのモードあっても良さそうだけど、まあでもどうなんだろう、面白いかどうかは分からない。まあ一回あったけどな、まあ、面白いっていう、面白いのかな分かんないけど、まあでもソロで気ままに練習したいっていう人はあれだよね、絶対ソロモードあった方がいいしね。マッチングはしないんじゃないかな今みたいに。例えばスナイパーライフル撃ちたいから今日みたいにね探してるとかでもやっぱり難しいしな。戦いたい人もいるし、ね、難しいよね。そうだったな、パスファインダーだらけだったな、懐かしいね、みんなパスファインダーだったね。どこにいんだろう、敵見えないの。あっちに敵がいる。リロード中だ。敵がダウン。標的をダウンさせた。攻撃を止める。リロード中。やば、なんか割れてそうだ、割れてないか、あれ？なんだこれ？味方の？やっべ。ありゃ。これで部隊は全滅。味方のバナーを手に入れた。ここは安全じゃない。オーケー。ポータルを設置する。そうだね、初心者の人もソロモードあった方がいいだろうしな、まあ、初心者でもソロモード辛そうだけどな、まあ、何も勝てなくてもって感じが。誰しもが勝てる必要ないから。あ、間違えた、これやべ、この人だった、間違えた、当たっちゃった。名前間違えた。さあみんなで喜びを分かち合おう、お祝いだ。ボディシールドを発見、レベル2だ、持ってなければ使って。警告、リング閉鎖中。よかった、もうリングの中だ。ミニ人形。ライトアモがいる。感じる。ライトアモを発見。助かる。行くぞ。敵を確認した。グレネード。うまいな。マジはやれないか。リロード中よ。ダメか。見えなかった。
マジか。敵が近くにいる。敵がダウン。今ので最後よ。よくやったわ。外か。少し待って。大丈夫。ソロだとまあリースじゃない。リースかパスワインだじゃない。やっぱり。少し止まる。応急処置を行うわ。少し待って。大丈夫。君のサポートには感謝してるよ。自己修復中。パスファインダーは一人では立ち回りやすい。パーって逃げるし。ワトソン、いやワトソンはチームでやんないと多分超きついと思う。正直無理だと思う。完全にチーム用だね。カジュアルだとランクマだったらほらみんな生き残りたいから合わせてくれるけど、カジュアルだったら多分合わせてくれないからすげえきついと思うよ。さっきのスナイパー持ってる時みたいな感じになると思う。とりあえず殺しに行こうって感じだし。アイフラインはソロ戦いやすいね。合わせなくていいからあんまり。こっちにいいものがあるかも。アイフラインも多分やりやすい方だと思う。マジか。うまっ。いた。え、めっちゃ合ってくる。やば。シールドをリチャージ。下潰した方がいいんじゃないかこれ。誰かここにいた。フラグを投げた。見えない。アークスターを投げる。ここに敵がいる。見つかった。詰めてます。シールドをリチャージ中。ボタルってもよかった。え、マジで。あー一瞬だ。ありゃーマジか。おーなんだー、強かったな。武器落ちてないかな。デスボックスはなさそうですね。あ、いるじゃん敵。やば。マスティフショットガン。敵めちゃくちゃいるじゃないですか。あーべんすけど、うーわやべ、撃ち抜かれまくってる。敵を捕らえた。マスティフでワンチャン。射撃開始。敵をダウンさせたわ。あーマジか。くそ、めっちゃ嫌がらせだ。ナイス味方、マスティフありがとう。まだいるな。ここに敵がいる。来てるな。標的を発見。あ、やばくね。ちょっと待って。あー、あー、やば。
やれなかった、マジか。頼む頼む、弾がねか。うーわ、あと一発だった。バッテリーあれば勝ったな。あー、ちょっと